鋼板の外壁を選択できないということで、まあ、溶業系サイリングかまたタイルかっていう、ね、選択だと思うんですけど、比較がですね、初期費用とメンテナンスコスト、そしてあとはまあ耐震性だったり、そういったこともね、観点を含めながら検討するといいと思うんですけども、まず初期費用でいうとタイルの方がやっぱりどう考えても高くなってしまうっていうところがあると思います。で、ただメンテナンス費用でいうとタイルの方が安くなりそうなんですけども、問題はタイルの裏側の下地ですね。その下地もどういうものかっていうところによると思いますね。ものによってはタイルを、まあ、溶業系サイリングに引っ掛けるようなタイプのものがあったりとかもあるので、そうすると結局溶業系サイリングの耐久性に依存するということになるので、まあ、メンテナンスコストも高くなってしまうとなると、まだね、メンテナンスコストが初期費用が安い溶業系サイリングを、まあ、横じゃなくて縦に張って水切りよくしておいて、鋼基にもあまり依存しないような形で張っていくっていうのが一番コスパがいいんじゃないかなという気がしますけどもね。